1945年8月6日朝2時45分、3機の B-29 はテニアンの基地を出発した。指揮官ティベック大佐搭乗のエノラ迎合の爆弾層には、人類の頭上に初めて炸裂する原子爆弾が重々しく吊るされ、それには日本の天皇に対するあらゆる種類の罵りの言葉が書き記されてあった。基地を後にして全員はそれぞれの行動を開始した。ティベック大佐は操縦者としてのいつもの仕事を熱心にやっていた。航空士のバンカーク隊とレーダー操縦者スチポリック軍曹は電声管で絶えず話しながら航空図に位置を入れたりレーダーを操作したりしていた。4時20分バンカーク隊から5時25分硫黄島到着の予定を言ってきた。やがて東の空が赤く燃え太陽が昇り始めた。暗い海は生き生きときらめき、その壮大にしてしかも崇高な光景は彼の魂を打った。彼は戦争の中にいることさえ忘れてしばしその人間らしい感激に浸った。だが彼はふと数時間後の広島市民の運命を思い浮かべ愕然となった。今の彼の使命は広島市民の運命につながっていた。飛行機の胴体がしっかり抱いているものは世界の人々が想像もできない爆弾、原子爆弾なのである。この世紀の爆弾の威力は爆心より1キロ以内では一人の人間の生存も許されないであろう。さらに強烈な放射能による生物の損傷は計り知れないものがある。おそらく広島市街は一瞬にして屍の街と化すであろう。彼はそう考えた時、極度の虚無感に飲み尽くされてしまった。彼はその中で何者かにすがりつきたいほどの悲哀を覚えた。彼はふと故郷の母の顔を思い浮かべた。彼の考えは間もなく彼の行おうとしている使命に戻った。前方の白雲の向こうに敵日本がある。今から約4時間以内に広島は地図の上から抹殺されるであろう。その広島の誰もがこの運命に気づかないであろう。まさに死のうとしている哀れな奴らに誰が哀れみと同情を感じようか。いや、真珠湾とバターンの死の行進を考えるならば何の同情も起こるはずはない。7時40分、我々は最後の高度に登り始めた。さあ人々よ、もう長くはない。日本までわずか25マイル、刻々目標に迫っている。人々よ、もう間もない。我々が自分たちの目標を達成するのはほんのしばらくの間なのだ。神よ、我々に勇気と力を。気分が悪いの？美智子、苦しいかい？白血病といいますと例の原爆症なんでしょうか？ええ、まあそう言えるでしょう。In the midst of the flying meadows of Warwickshire in England is a little town of Stratford. It is a comely little place. 井上君に回してくれよ。
井上君、コールからだ。Narrow gardens, singly hit. The stone church with the tall spire, the thrusting. 第一、トルーマン自身がサンフランシスコの講和会議の席上で、はっきりとアメリカ国民は真珠湾とバターンのことは忘れていないと言っているではありませんか。そこで、僕はドイツ人として直言するのですが、いいかい、僕たちが一番知りたかったことはこれからなんだ。僕は、そしてほとんど大多数のドイツの知識人たちはこう思っているのです。広島と長崎では結局のところ二十何万かの非武装の、しかも何らの罪もない日本人があっさりと新兵器のモルモット実験に使われてしまったのだと。そしてつまりそれは日本人が有色人種だからということに他ならないのです。白色人種に属する僕がこんなことを言うと、君が不快な感情を抱くかもしれませんが、むしろ僕自身が白色人種に属しているからこそ、この問題のこういう点が君たちよりももっと本能的、直感的にはっきりと理解できるのです。いずれにしてもこの問題はとても真珠湾やバターンなどのような簡単なものではないはずです。おまけに終戦近くの頃、ナチスが連合軍に対して毒ガスを使おうとしたとかしなかったとかで、やれハーグの国際条約違反だとか、やれ神と人道への反逆だとか言ってヒステリックに騒ぎ立ったその国が、毒ガスどころかその何倍も何十倍も残虐な新兵器を、しかも何らの防衛力も持たない非戦闘員に対して使ったのですから、この問題に対しては日本のみならず世界の良識と良心も簡単に沈黙してしまうべきではないと思います。世界と人類から神と正義とは抹殺されてしまう時が来ない限り。原爆を受けた者は手を挙げて。三分の一か。芹沢はこの頃医者に行ってるそうだが、どこが悪いんだ。それがどこのお医者もはっきり言ってくれないんですけど。鼻血でも出るのかね。いいえ、ただ記憶力が悪くなって、それからちょっとの傷が膿んだり、それからとても目も体も疲れやすいんです。うん、夏なんかとても体がだるくて起きていられないくらいなんです。夏は誰だってだるいですわね。何おかしいんだ。これだから何も言いたくなくなるんだ。芹沢君の言ったことは程度の違いはあっても、原爆を受けた者がみんな苦しんでることなんだ。それに口では言わないが、いつ原爆症に命を取られるかと思って毎日ビクビクして生きてるんだ。そんなことを言えば君たちはすぐ原爆を鼻にかけてるとか原爆に甘えてるとか言って笑うんだ。河野にそう言われると僕は全く弁解のしようがないんだ。白状するな。この間ラジオでゼロの暁を聞いた後で、大場があんなことになるまでは原爆がこれほど根深くみんなの体に食い込んでいるとは知らなかったんだ。原爆症のことは噂には聞いていた。しかしそんな人はアメリカの ABCC が治療してくれていると思ってたんだ。ところがその ABCC が診察だけで治療はしていないということも2、3日前に知った程度なんだ。広島に来て原爆のことを勉強しなかったってことは
全く僕自身の怠慢で、その点諸君にはすまないと思う。それは先生だけではありません。広島市民の大部分の人が知らないんです。今新聞なんか原爆と平和問題を結びつけて盛んに世界の人たちに呼びかけていますが、僕は原爆の恐ろしさとあの非人道的なことを世界の人たちに叫ぶ前に、まず日本人に分かってもらいたいんです。いえ、それよりか広島の人たちに知ってもらいたい。もっとはっきり言えば、ここにいるこのクラスの人たちに、先生によく知ってもらいたいんです。大場の病気は血液中の白血球がやたらに増えて、治療の方法がないらしいんだ。今大場の白血球は1ミリ立方、つまり一滴の血の中に92,500もあるそうだ。みんな生理の時間に習ったろうが、白血球というものは健康な人間の血液の中にはどのくらいあるものなんだ。知ってる人は。なんでみんなピカドムじゃねえか。うん、やっぱり命に関わることやけんな。他のものは知らないのか。うん、井上。はい、1ミリ立方約1滴の血の中に6000から8000です。うん、それで白血球というのはどんな働きをするものなんだ。骨髄で作られて血液中にいる細胞ですが、細菌を食べて生きているので病気の予防や抵抗力になります。うん、その通りだ。ところが白血病になると白血球は増えるが、それは蘇生卵巣で役に立たない白血球なんだ。それどころかいい白血球まで減らしてしまい、そのために細菌に対する抵抗が弱くなって結局体が衰弱して死んでしまう。だから結果においては白血球が減ったということになる。先生。なんだ。じゃあピカの後で白血球が1000か2000にまで減って死んだ人たちと同じわけになるんですか。うん、そうらしいな。じゃあ原因はやっぱり原爆の放射線なんですね。僕にはよくわからない。そうらしいんだ。大場も原爆の火は直接の火傷や怪我はしていないんだが、稲荷町の家が爆心地から1キロの地点で相当強い放射能を受けたということになるんだね。だから大場も当時いわゆる原爆症にかかって、髪の毛が抜けたり体に紫の斑点が出たり、熱が高くて血便や血尿が出たんだが、幸いに助かって今まで健康できたんだね。ところが7年も経ってからこんなことになったんだな。先生、原爆の傷跡は癌になるかもしれないと医者は言ってますが、その予防の方法もありません。またもしあったにしても自分の力で治療できる人は何人もいないのです。しかしそんなことを言えばすぐ原爆に甘えていると言われるのがオチです。ですから原爆1号の吉川さんのように強くなってケロイドを訴えて生活をするとか、原爆乙女の人たちのように社会の同情によって治療をするとか、また浮浪者になって夜更けの広島駅で旅人の情けにすがって生活している人たちは別として、多くの人たちは醜いケロイドを隠して自分が何か悪いことでもしたようにこそこそと日陰で生活をしていたり、ケロイドを手ぬぐいで包んで道路工事の妊婦になって働いていたりするのです。先生、僕らの仲間にも惨めな者がいます。名前を言っては悪いんですが遠藤です。遠藤は昼は学校へ来て夜は流れ川のキャバレーでアルバイトをしていましたが、もう学校は辞めて毎日パチンコホールにいます。遠藤はピカの時小さい妹と二人で山の方に疎開していましたが、ピカで両親と兄を亡くしてしまって孤児になってしまいました。
遠藤をはじめ靴磨きなどをして妹を養っていましたが、その妹が行方不明になってから不老児の仲間に入り二の島の収容所に入れられていました。それから復員してきたおじさんに引き取られてそこにいましたが、やはりそこも生活が苦しいので遠藤はキャバレーで働いていました。遠藤はだんだん変わっていきます。僕は遠藤のことを思うと心が暗くなります。戦後の広島には立派な教会がたくさん建ちました。そして朝夕平和を訴える鐘が広島の空に響いております。平和記念館も再び過ちは繰り返しませんと平和を誓う記念碑も立ちましたが、私はあの銀行の前を通るたびに思います。ピカドンの作った死の影が今では薄くなっていますが、それを顧みる人さえありません。この頃広島の街には軍艦マーチの曲がよく聞こえます。私はそれを聞くたびに大変悲しくなります。近頃の日本は誇張というそうです。すっかり惨めになった日本ですから、昔の立派だった頃の日本を思い出すことは大変良いことだと思いますが、そうした国民の感情の中に隠れてまた誰かが戦争の準備をしているのではないでしょうか。知らず知らずのうちにみんながまた戦争に引き込まれて恐ろしい原爆戦争の犠牲になるのではないでしょうか。私は軍艦マーチを聞くたびにそんなことを思い出して本当に悲しくなるのです。作業は偶数組、奇数組は学校で竹槍訓練を実施する。ひょひょろするな、頼んどるぞ。この本土決戦こそ一億大和民族がまさに生死の関東に立つものである。君らは各国も陛下の席次としての護衛に思いをいたし、寸事たりとも臨終報告の念を合わせることなく、鬼畜米英撃滅の至上命令に邁進することを望む。おい、本日の疎開作業は偶数組が先発する、奇数組は交代時間まで待機する。すべて
いいんだよ、いいんだよ、殺さなければいいんだよ。いいよ、キヨちゃん。何してんだね、ご飯ですよ。お父ちゃんに手紙書いてんだよ。じゃあご飯済んでからにしなさい。はい。警報ですよ、みちこ、ラジオ入れて。広島湾上空を旋回中の敵編隊は友軍の攻撃を受け、逐次西南方に脱去しつつあるも、なお敵航続編隊数目標あり、逐次北上中なるをもって広島市民は厳重なる警戒を要す。繰り返します。広島湾上空を旋回中の敵編隊は我が軍の攻撃を受け、逐次西南方に脱去しつつあるも、日本の飛行機何してんの、早く便落とせばいいじゃないの。あったよ、お腹すいちゃった。辛抱するんですよ。姉ちゃん、今頃お父ちゃん何しているかしら。うるさいね、情報は聞こえないじゃないか。今夜眠れないかもしれないよ。岡山地区、広島地区、7時31分警戒警報解除。岡山地区、広島地区、7時31分警戒警報解除。中部軍管区司令部発表。警戒警報解除。警戒警報解除。とうとう一晩中やられたね。長かったですな。いやー、敵も広島はなかなかやりませんわい。いや、広島だと思いましたよね。奥さん、どうしたんですか。近所で赤ちゃんが生まれそうなんですのよ。おー、それは生まれたいですな。母ちゃん、お姉ちゃん、見てごらん。トンボが生きてたよ。こんなに元気だよ。朝から大騒ぎね。あきおちゃん一緒に行かないの？うん、行くよ。行ってまいります。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。警報出てないのよ。でも B の音よ、確かに。
きみちゃん、あきおちゃん。
者は誰と誰だ。声の出る者は名前を言え。山田一郎。横山正樹。横森茂雄。辛抱するんだ。軍隊が助けに来る。頑張るんだ。頑張るんだ。
枕にするんだからこれ貸して。いやいや、勉強論外してるんだから。いや、お母ちゃん、お母ちゃん。おばさん、そんなになった子供抱いてたってしょうがないよ。早く焼いてもらうんだ。まだ戦争は済んだんじゃないよ。坊や、お父ちゃんを探してるのか。お家はどこ？坊や、坊や。自分で食べないの。私にもうダメ。おばさんの子供にあげて。もうしっかりしなさい、しっかりしなさい、しっかりしなさい。おばさん、私の名前言うから、もし私のお母さんに会ったら言ってね。お母ちゃん。
えたってどうにもならねえじゃねえ。お母ちゃん、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 報告をお伝えします。異国今時の災害は残悪極まる空襲により、我が国民戦意の破壊を図らんとする敵の謀略に基づくものなり、広島県市民諸君よ、被害は大なりといえども、これ戦争の常なり、断じてひるむことなく救護復旧の措置はすでに着々講ぜられつつあり、軍もまた別大の援助を提供されつつあり、速やかに各職場に復帰せよ。戦争は一日も休止することなし、速やかに各職場に復帰せよ。戦争は一日も休止することなし、一般県民諸君もまた温かき戦友愛を持って被災者諸君をいたわり、これを鼓舞激励し、その速やかなる戦列復帰を図られたし、本次災害に際し不幸にして相当数の戦争死者を出せし、中心より哀悼の意を表し、その冥福を祈るとともに、その急敵に報いるの道、断固強敵を撃破するにあることを明記せよ。我らはあくまでも最後の勝利を信じ、あらゆる難攻克服して大攻戦に挺進せん。7月7日知事高野純信、以上であります。おばあさん、その弁当箱出しなさい。その方がたくさん入るよ。娘のお骨が入っていますんで。骨それひよこ、うん、生きてるの、うん、かわいいよ。かわいいわね。うん、あげようか。でも私なしといけないわ。ひよこ飼ったことないの。うん、どこにいるでしょうか。一中の生徒ですが。これだけの人ですから、ね、そうでしょうな。じゃあ探しますか。お願いします。遠藤一郎、
一郎、一郎はいないか。変だ、変だ、誰か探しに来たぞ。おい、変だ、変だ。あんたも一中ですな。お家はどこ？寺町です。あの辺も焼けたね。これは何か言い残してる。いろいろお世話になりましたが、一中も大変でした。わしがこれを探しに行ったときは、校舎の下敷きになったものは、もう、みんな白いお骨になっていましてな。プールは、生徒の死骸でいっぱい。あのとき、あんたらどこにいたのですか？遠藤君は、教室でやられました。先生に助けられて外へ出たんですか？僕はプールのそばでやられました。二人でどうしてここへ来たのか、はっきり覚えていないんです。じゃあ頑張りなさいよ。久しぶりだ。じゃあさようなら。元気でいなさいよ。従って速やかに被害の現況を把握して、まず民心の安定を図り、逐次市民生活の復興を図る。現在推定しうる人的被害は、被災者20万、死者1万、重傷者10万余でありまして。司令官閣下のお言葉にありました通り、民心の安定は先決必須のことと考えられます。従いまして、民心の安定のためには流言飛語の取り締まりを厳にし、ことに新型爆弾に対しては、防空壕の価値の大なることを強調し、新型爆弾に対しても何らか手があるという信念を抱かしめ、この際一層の敵害心を振り起こさしめる必要があると考えられます。どうか、どうか、ただいま。私が大阪帝大の浅川であります。大阪海軍警備府長官のご依頼によりまして、敵が広島に投下した爆弾が原子爆弾であるか否かの調査に参ったものでありますが、我々も西野博士のご意見と同様、
原子爆弾であると考えます。調査はどんな方法でしたんですか。緊迫検電器と写真看板による地上の放射能を測定いたしました。また負傷者の血液中にある白血球の数の測定をいたしております。西名先生はただいまの浅川先生のお話について何か別なご意見は。すでに申し上げておりますとおり、私も原子爆弾であることを確信いたします。しかし原子爆弾だという発表はまずいですよ。100回やって一理ない。しかしトルーマンがアメリカは広島に原子爆弾を投下したと世界に発表しているんです。アメリカの一科学者は原子爆弾が炸裂した地上には75年間生物は生存し得ないだろうということを発表しておるとのことです。それは敵の謀略だ。いや、事実そうだとしてもトルーマン生命はまだ国民には知られておらない。私は原子爆弾であるとの発表には絶対反対です。今の戦争の段階においてそのことを国民に知らしめることは戦争遂行上絶対に不利であります。不利であるか有利であるかは軍部においてご判断を願うより致し方がないんでありますが、アメリカは昨日も長崎にこの種の爆弾を投下しておりますし、さらにこれからも投下するのを公表しているのであります。でありますから我々の考えを率直に申し上げますれば、アメリカに原子爆弾が発明された以上これからの戦争継続には新人なる考慮を要すると考えているのでありますが。先生のご意見は学者としてのお考えで、我々にもその限りでは了解できるのでありますが、しかし学者といえども日本臣民であり陛下の責使であるのであります。従いまして広告の流体をかけた今時の戦争には何人たりとも戦争に不利なる言動は断じて許されないのでありまして、一億国民は生命はもちろん全てを陛下に捧げ幸運を付与し立てますのであります。これが日本民族の信条であり軍の信念であります。昨日のソ連の参戦も米国の原子爆弾も何だ恐れるものでなく、我々のこの必勝不敗の信念をもってすれば原子爆弾に対しても必ずやそれに打ち勝つ方法があると信ずるのであります。要するに日本の勝利は机上の学問にあらずして名実のもと一億火の玉のごとき必勝の信念にあるのである。近所じゃどうですか。ああ、あれですか、うちの近所でも大騒ぎしてますよ。そうでしょうね。
でも本当でしょうか。広島に草も木も生えなくなるなんて言ってますけど。さあどうですかね。とにかくピカのガスが土の中に染み込んでいて、70年は人間も住めないなんて騒いでますがね。そうなんですよ。でもそれはアメリカの学者が言ったそうですから。いや、私なんかもうどうでもなると思ってんですよ。ピカってこんな体にされちまったんだし、他に頼るところもないもんですからね。先生、広島から出してください。これかどっかの病院はないんでしょうか。ごまかさないで、はっきり言ってください。何もかもごまかしなんだ。我々をこんな目に遭わせておきながら無条件に幸福なんかしやがって、一体生かすのか殺すのか。そうだそうだ、広島にいたら死ぬじゃないか。県に病院はないのか、うつせ。そうだそうだ。落ち着いてください。皆さん落ち着いてください。落ち着いていられるかい。皆さんは広島が原子爆弾の放射能で70年間は。そうだ、ごまかすな。どうしてくれるんだい。静かに聞いてください。広島にいるのは皆さんだけではなく、病院には先生方もおります。決して騙したりごまかしたりしているんではありません。どうするんだ、はっきりしろ。病院ではそれをもう何度も調査しています。広島の土には原子爆弾の放射能が確かにあります。しかしそれはごくわずか、人間に害を与えるほどじゃありません。念のために病院では庭に大根の種をまいてみました。その芽が出て大根が育てばその心配はないわけです。もうしばらく待ってください。看護師さん、どうです？まだですか？何か出るもんか、出やしねえよ。あんた、出ないっていうのか？出るもんか、出るはずがねえじゃねえか。あんた、あの目が出なくてもいいのかい？そんなこと俺が知るかい。お釈迦様にでも聞きな。Aus Druck leiden, starke Müdigkeit.
Purpura und Petition an den beiden Oberarme. 口開けて。Russian Fieber Emisch, Leicht Bluten, Fetor Exore, Tonsillen angeschwollen und stellenweise bedeckt mit blutiger nekrotische Masse. Pikani はどこで会ったの？肘山のそばです。それで？別に、やけどはしませんでしたが、胆汁を少し吐きました。うん。体がだるくなったのはいつ頃だね？四五日前です。うん。髪の毛は抜けるかね？はい。だんだんひどくなります。だんだんね。陛下がおらになってるぞ。まったくだ、誰が見たっておかしいや。熱出して血吐いてゴロゴロ死んでかせはねえや。子供たちの夢を見ましてね。具合どうですか？どうもね。原爆症にはビタミンの注射が効くんだそうですが、何分手に入らないもので。ビタミンが効くのですかね？効くそうですよ。そうですか。そうか、ビタミンもあそこへ入れてあったんだ。そうですか。それはもったいないじゃないですか。焼けたかどうか覗いても見なかったのですが、防空壕のことなんかすっかり忘れちまっていて。あんた方は遠藤さんの子供さんでしょ？お父さんが探してたんですよ。お父さん今病院にいるから一緒に行きましょう。お母さんも？まあ何にも知らないのね。お母さんもお兄さんもピカで死んだんですよ。あんたたち防空壕にいたの？お父さんはお母さんとお兄さんのお骨を持ってあんたたちが疎開してた田舎へ行ったんですよ。ところがあんたたちと入れ違いになってしまったんで、お父さんずいぶんあんたたちを探したんですって。知り合いのうちへ厄介になりながらね。ところがお父さんに原爆病が出てしまって、今病院にいるんですよ。
子供さんがいましたよ。子供さんが。早く早く。お父さんって呼ぶんですよ。お父さん。陽子、陽子ちゃんもお父さんと呼んであげなさい。お父ちゃんじゃない、お父ちゃんじゃない。お父さんなんですよ。違う違う。まあ顔が違ってしまったからわからないんだわね。陽子、こっちへ来るんだ。いやいや。Thank you.
これが豚の家です。はあ、はあ、これも遊興軍たちの作ったもんです。ああそうですか。子供たちが誰の手も借りずに建てました。はあねえ、こんにちは。ああ、子供たちには何か技術を身につけさせて、機会があれば職に就かせるようにしておりますが、幸男君のようにご親戚の方に引き取られていく子供は稀ですね。いや、全く大変お世話になりまして。いや、幸男君は幸福ですよ。何分よろしくお頼みします。こちらこそ。しかし先生のお仕事は大変ですな。ああ、何しろズブの素人なもんですから、初めは骨が折れました。何しろ子供たちは脱走の名人でしてな。ほう、この島から脱走するんですか。レコードホルダーは何回だったっけなあ、幸男君。大下が28回です。幸男君は？僕7回です。泳ぐんですか。泳ぎのできる子供はね、大抵お気に入る漁師と交渉するんです。何しろ繊維製品のない頃でしょ。子供たちは毛布一枚持ち出せばたちまち話はまとまるんですな。もっとも幸男君は妹さんのことが気になって脱走したようでしたが、決まってるじゃないか。どうもありがとうございました。いかがですか、お土産に。いかがですか、あっちの方から行ってみない。陽子、陽子。ちっ、違ってやれ。それにしても妹さんはどうしておられますかな。休み。いいえ、包帯を取り替えに来たんですの。今日はどうしたのか、傷が痛んで。だいたいそんな足でミシンを踏むのが無理なんだよ。そうなんですけど、他にお仕事を覚えながらお金いただけるお仕事ってないでしょ。民生委員に頼んだらいいじゃないか、痩せ我慢してないで。痩せ我慢じゃないんですけど。はっきり言えばいいんだよ。
父っつぁんは腎臓で寝てるし、おっ母さんはピカにやられてお題目ばかり唱えてるし、戦死した兄さんの子供はまだ小学校じゃないか。その上ケイちゃんだって満足な体じゃないだろう。そうね、もう一度お願いしてみようかしら。まあ待ちなよ、僕がケイちゃんをお嫁さんにしてやるからね。そしたらみんな食べさせてやるよ。おい、ケイちゃん。私が3000円でしょ。新聞だって読めやしないのよ。私のお小遣いなんか我慢できますけど、毎月150円ぽっちの子供の給食費が持たせてやれない時ぐらい辛いことないわ。話って何さ。ユキオさんはこの間私お嫁さんにしてやるって言ったわね。うん、言ったよ。どんな気持ちであんなこと言ったの。どんな気持ちって別に。ねえ、清さん、いいこと？私、こんな体でしょ。だから結婚のことなんか考えられないの。でもよ、時々、ふっと結婚のことを考えたりして、後で泣いたりするの。ねえ、清さん、わかる？私もやっぱり女なの。娘なのよ。バカだと思うでしょうけど。だから、たとえ冗談でも、冗談に決まってるけど、あんなこと言われたりすると私本当に悲しくなるの。忘れようとしていることを思い出してしまうのよ。ねえ、清さん、もう二度とあんな残酷なことは言わないで。これは私だけじゃないのよ。私たちピカでこんな体になった娘たちは誰もが同じことなの。清さんね、ってくださるわね。僕が悪かったよ、謝るよ。それパチンコの玉ね。ああ。ねえ、清さん、そんな玉はまた鉄砲の玉になるんじゃないのかしら。うん、よしたそうです。やめてどうしてるの。この間からおじさんの勤めてる工場行ってるそうです。そうか、そりゃよかった。
安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから。これ買っておくれよ、キャドンの記念だよ。これピカドンで焼けたんだよ、おじさん買ってくれよ。おじさん知ってるかい、ピカドンは800メートルの上で跳ねて熱が6000度もあったんだよ。おてよ、アメリカ人はとっても大福買ってくれるんだよ、1000円で買ってくれよ。おじさん、日本人だ、50円にしとくよ。買ってよ、おお、買っておくれよ、おじさん。ちくしょう、バカ野郎。おい、ハングリー、ハングリー。ちっ、ハングリーだってやがら。なんだいじょう、そんなもの売って儲かるかい。辛口ダメだよ。もっといいピカドン土産を教えてやろうか。なんだい、なんだよ、教えなよ。兄ちゃん、俺たち遊んでんじゃねえんだよ、生活のためだぜ。もっといいものなんだ、外国の兵隊に見せたらとっても喜んで買っていくぞ。だからなんだよ、教えなよ。よし、教えてやるから青くなるんじゃないぞ。もういいぞ、エンジンをかけろ。ここだ、ここ掘るんだ。待て、もう少し掘れ。びっくりしなくていいんだぜ、みんなピカで死んだ人だよ。これを拾ってハローに売るんだ。これをどっから持ってきたね。宮島で、宮島のお土産屋から買ったんです。宮島の何という店だな。忘れました。いつだ。
本当は島の防空壕から掘り出したんです。そんなものは探せばいくらでもあります。これは君が書いたんだね。そうです。読んでみないかい。The first and greatest honor in the history of human shines on this head. 6 August 1945. どんな意味だね。人類の歴史上、最初にしてかつ最大なる栄光をこの頭上に輝く。1945年8月6日です。はい。お電話をいただいた北川です。ご苦労でした。実はですね、この青年と話をしておるんですが、本人の所持品の中にあなたのお名前のあるハガキがありましたので、ちょっとご足労をお願いしたようなわけでして。はあ。で、おハガキの文面を拝見いたしますと、本人はどこかの工場に勤めているようなんですが。はあ。どうしたんだ遠藤、みんなも心配して表へ来てるんだぞ。どうしたんだ、言ってごらん。僕は工場を辞めました。どうして。先生、工場がこの間急に今までの仕事を辞めて大砲の弾を作り始めたんです。大砲の砲弾だね。そうです。僕はそんなものは作りたくなかったんです。僕は工場を辞めてまたパチンコばかりしていました。家に帰るとおじさんに叱られるから友達のところをゴロゴロしてたんです。先生、僕は殺人狂時代という映画を見ました。その映画で戦争でたくさん人殺しをした者が英雄になるのに、他の人殺しは死刑になると言ってるんです。僕は驚きました。本当だと思いました。先生、戦争はまた始まるんですか。戦争が始まれば今度は僕たちが戦地に引っ張り出されます。そして何の恨みもない人間同士で殺し合いをさせられるんです。また何の罪もない人たちが原爆で